時だからこそ前を向く。皆さんこんにちは、アズーリタレントの和也です。どうぞ本日もよろしくお願いします。まずはこのオワリアズーリ FM についてご説明をさせてください。オワリアズーリ FM は日本一尖った放送局アズーリ FM グループの第2局目の放送局としまして、昨年の2022年12月12日に開局いたしました。アズーリ FM の特徴としましては、なんといっても曲からの NG がなし、番組にご出演の演者様が自由に番組制作をできる唯一無二の放送局なんです。地上波では絶対に見られない番組が多数あり、演者様による演者様だけの番組制作ができるのはこのアズーリ FM だけです。そして FM とついてますが、見るラジオという全く新しい放送局でして、これから愛知県を含めて東海地区をどんどん盛り上げてまいります。そしてこの番組は近隣さんいらっしゃいと題しまして、あの東海地区の方やお店や企業様、いろいろなご活動されていらっしゃる方にゲスト出演いただきまして、私アズーリタレントの和也がたっぷりご紹介させていただくというスペシャル番組になっております。オワリアズーリ FM は生放送が基本ですが、すべての放送をアーカイブとして YouTube チャンネルに公開しておりますので、見逃した方もいつでもご覧ください。そしてこのスタジオは換気消毒などコロナ対策バッチリですので、視聴者の皆様もご安心ください。またオワリアズーリ FM ではこちらの X のアカウント、元 Twitter ですね、 OWAZPANFM、 これがオワリアズーリの Twitter のアカウントになるんですけれども、 OW というのが終わりの OW で、アズパンというのが後ろにいるアズーリパンダ、略してアズパン FM までね、こちらまで生放送中にコメントなどご質問いただけましたら、リアルタイムでお答えさせていただいたりご紹介させていただきますので、どしどしお待ちしております。ありがとうございます。それでは早速本日のゲスト様をお呼びさせていただきたいんですけれども、本日はですね、プライベート脱毛サロンルーチェより藤原美穂さんにご登場いただきます。よろしくお願いします。どうぞありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。改めましてプライベート脱毛サロンルーチェより藤原美穂さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ちょっと早速ね、こう前にも立てかけさせていただいてるんですけれども、ちょっといろいろなことをお聞きしながら、ちょっと画像の方を見ていただきたいと思うんですけれども、はい、お願いします。はい、こちらは脱毛サロンルーチェの方で撮られた、あ、これはまた別で、はい、ね、撮っていただきました。いや、すごい、ありがとうございます、はい。ね、ちょっとご紹介もさせていただいた通りに、プライベート脱毛サロンというところで、まあ、今脱毛ってすごいいろんな場面でね、結構もうされてる男性も含めて、はい、多いですね。もう女性もなんかもう7割8割ぐらいしてる人の方が多いぐらい、今は学生さんもしてますよね。そうですよね、結構学生さん多いです。あ、そうなんですね、はい。まあ、結構もね、男性でもするぐらいの、女性なんか結構もうされてる方がね多数なんですけれども、これ普通の脱毛、普通のって言うとあれですけど、ちょっと違った、はい、ね、ちょっとあるということで、ちょっとご説明いただけますでしょうか。はい、はい、うちは障害のある方、発達障害とか、はい、障害のある方も対応している、はい、脱毛サロンになります。はい、はい、障害の方とかが普通の方って、脱毛って障害の方ってその一般的なところって行けなかったりってするんですか？そうですね、はい、一応大手サロンさんは、はい、みんなお断りになるそうです。これ なぜなんですかね？それは障害のある方、例えば発達障害のある方とかだと、はいはい、結構不安が強い方が多くて、施術される方が、そうです、はいはいはい、で保護者が一緒に付き添われたりとかするんですけど、はいはい、まず施術ルームにその保護者が一緒に入れないっていうことがまず一つと、あと普通のサロンさんですと、はい、そのセラピストさんやら、はい、施術のやる方、はい、する方ですね、エステティシャンの方ですね、はい、と自分の肌の状態を言葉でやり取りできないと、はい、基本断られます。だけどその発達障害の場合は、はい、その自閉症スペクトラムのお子さんたちって、はい、ちょっと感覚的にデコボコさんなんですね。なのでデコボコさん、はい、デコボコというかいろん感覚過敏とか、うん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 、ドンマとかちょっとこうお肌が、そうですね、いろんな感覚 の特性が入り混じってる方なので、はい、でしかもそのコミュニケーションが苦手なんですよね。まあまあそうですよね、伝えづらかったりとか、自分の思いがなかなか素直に言えなかったり、ね、なのでうちでは保護者様から一緒にその本人さんとお母さんとお母様
にあの両方から聞き取りをしながら施術をするんですけど、うん、じゃあお二人入っても大丈夫ってことですよね。そうです、はいはいはい、で状態をあの一つ一つ確認しながら施術をしていくので、まあ、お母様も安心できますし、保護者さんであのお子さんもやっぱりお母さんがそばにいるので、うん、そう安心ですよね。そうなんですよ、まあ、両方ともにねする側もされる側もあの受ける側も、はい、両方ともこう安心してできるっていうのがそうですね、はい、そうですよね、はい、まあ、その分しっかりこうあの結構そういうこう障害をお持ちの方とかであれば痛みとか結構まあ普通の人ももちろんですけど結構敏感な方も多いと思うんですけど、はい、そういった面は、はい、結構脱毛って痛いとか聞くと思うんですけど、はい、その辺はいかがですか。うちの機械は比較的痛みの少ない機械を使ってます。やっぱりそういう障害をお持ちの方も来られても大丈夫なようにそういう機械を選びました、はいはい、あすごい、はい、すごいですね。ありがとうございます。そういうことでじゃああんまりそういう、まあ、接することに対してそのもお母さんも一緒に入っていただいたりとかね、はいはい、お父さんお母さん入っていただいたりするのでそんなにこうなんかこう負担なくというかお互いともに負担なく、まあ、それね、ご利用いただく時とかは少しちょっとこう身体的な障害とかをお持ちの方であれば、ね、まあ、補助というか、はい、そうですね、っていうのもあったりは、あとまあ知的にあの方向だとか向きが分からない方とかいらっしゃるので、はいはい、そうですね、そういった方たちには、はい、あのちゃんと分かりやすい、うんうん、あの支援という形でさせていただいて、ベッドにもちゃんとスムーズに乗っていただいたり、はい、降りていただいたりっていうことができるように私たちがサポートいたします。そうなんですね。お母さんも一緒にできてってことですよね。はい、あのお母様もあの施術はされてる方もいらっしゃいます。そうですよね。まあ、どうしてもあのそういうお子様にねこうもちろん障害をお持ちの方だけじゃなくてもですけど、はい、やっぱりこうね、時間がかかるとお母さんの ご自身のことが結構後々になって、はい、そうですね、もうメイクとかそういう、もう髪もちょっとこういいわみたいな後回しになりがちなんですけど、そうですね、そのお母さんともどもごきれいになってほしいっていう思いがあったり、はい、そうですそうです。で施術の間そのお子さんの悩み事ですとか、はいはい、あ聞けるので、ちょっとカウンセリング的な、そうですね、私が公認心理師なんですけど、あの、はい、うちのスタッフは作業療法士なので、はい、お子さんのそういった不器用さだとか、うんうんうん、そういったそのサポートの仕方だとかっていうのもアドバイスできますし、はい、私の方ではその感覚プロファイルっていうあの検査とかもさせていただいてとかしてるので、はい、お母様たちからそのお子さんに対しての困り感の相談だとか、うそういったことはあの対応させていただいております。いやすごい、ありがとうございま す、います。今ねこれあのホームページですかね、出していただいてるものが、はい、はいはい、あそうです、そうですよね、支援事業の10年以上の方が情報でされてて、はい、そういったサポートといいますか、はい、こちら場所の方が千種区浅岡町3丁目91の方にございますので、はい、ですこれ予約制で、あそうです、されていらっしゃるってことですよね、はいはい、すごい。やっぱりあれですか、そういう、まあ、男性ももちろんだと思うんですけど、はい、まあ、結構1回で言うとお時間1時間ぐらいですかね、部位によります。あやっぱそうですよね、はい、パーツであの例えば女の子の場合脇だけでいいよっていうことであれば、うん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 、まあ、20分ぐらいでカウンセリングした後あの施術してっていう形になりますし、はい、そうですよね、あとおひげだと、はい、あのちょっと長い時間かかる場合があるんです。ん、はい、それは先ほどもお話ししたようにあのおひげって、はいはいはい、おっしゃったじゃないですか、はい、あの怖い方いらっしゃるんです、いきなり顔だと。いや怖いです怖いです、はい、であの不安の強い発達障害の方はよりね、そうなんです、はい、なのでその手前の段階からお試し照射でしたりとか、お、はい、それは私たちがこうやってみせたりとか、お母様にやってみせたりとか、そうですね、で遠いあの例えば足からやってみせたりとか、うんうんうん、でだんだん、まあそうですね、あの顔に近づけていくっていう、はいはいはい、あのスモールステップが必要になってくるので、お時間もちょっとかかりますし、そうですよね、よりこう、そうですね、しっかりした説明も含めてってことですよね。そうですね、はい、いやすごいです、ありがとうございます。でこれあの1回都度払いっていう結構まとまったコースとかじゃなくて、そちらももちろんあると思うんですけど、はい、1回1回っていうのもされ取り入れられてたり、あの特に障害のある方は都度払いをおすすめしています、うんうん、やっぱそうですよ、義務的になってしまうと、あのどちらかというと、うん、そのやっぱり通えない、まあ、今までそういったケースはないんですけど、はいはい、あの最初は慣れるまではもしかしたら怖くて通えないかもしれないっていうお母様の方に不安がある場合は、あのまずしっかり慣れていただいてから、そうですね、多少
で都度払いだと多少割高にはなってしまうんですけど、うん、しっかり通えるっていうふうに分かってからお得なチケットっていうのを紹介させていただいていて、はいはい、いきなりねそういうもんな10回とかってじゃなくて、はいはい、まずはお子さんとお母様が安心して通っていただけるよっていうふうにご納得いただけるまでは、はい、都度払いをおすすめしています。そうですよね、はい、でもやっぱりそういったところでまあひげ薄くなったりとか、ね、はい、するとやっぱりこう朝毎日こうご自身でするのももちろんですけど、はい、あの剃ってあげるっていう時間も短縮できたりとか、ね、なかなかその親御さんもずっとずっと剃るっていうのがねなかなか難しい場合も含めて、はいはい、ね、そういったところもぜひあると思いますのでぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。もともとあれですか、藤原さんっていうのはそういった、なんていうんですか、そういうこう障害をお持ちの方のご活動をされてた、はい、そうですそうです。前はあの放課後等デイサービスをやっていて、はいはい、でそこは、夕方ぐらいにってことですかね、はい、あの女の子の発達障害のお子さんの身だしなみ療育ですとか、あと姿勢歩き方、歩き方、あと性教育なんかを行ってました。でもなかなかそういうのってこうしっかりしたね、あのうちでもあの性教育の専門されてる方とか、あのお越しいただいてるんですけど、まあ、なかなか今そういう学校では結構こうさーっと流れたりとか、はい、あとあの自閉の方はちょっと工夫しないといけないんですね。そうなんですね。あのどちらかというと自分の今持っている知識からそちらの方に情報を広げていくイメージで教えていかなければいけないので、はい、ちょっとコツがいるんですよ。普通にあの性のことをバンって話したとしてもあの何それみたいになってしまうので、じゃあどこから自分の知っている知識からどこからどうつながっていくのかっていうのをこう動線引いてあげるんですね。でそこがやっぱりちょっとコツが必要なところではあります。あ、そういうことですね。そうかそうか。まあそういったところも含めてもともとそういう放課後にね、はい、そういったされてて、でまあ男性女性に、あ、そのとこは女性だけだったんですね。女の子だけでした。にそういった、はい、そういう身だしなみの教育であったりとか、はい、性教育であったりとか教えられてて、はい、それが、脱毛のこういったところに行かれたっていうきっかけは何からだったんですか？あのまず1冊目の、あ、本を2冊出させていただいてるんですけど、はいはい、あの1冊目の本にあの脱毛をちょっとおすすめしたんです。それは、はいはい、その方向だとか向きだとかがわからない女の子とか、はい、まあ、それは男の子もそうなんですけど、うん、あの無駄毛の処理をするときに、うん、シェーバーを強く当てすぎてしまうんですね。じゃ肌がちょっと切れてしまったり痛めてしまったりとかで、あの普通無意識に私たちって毛のこう逆らってる方向にシェーバー当てると毛が剃れるって分かってるじゃないですか、はい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 、でもあの発達障害のことそこら辺が分からないので、ただやたら当てればいいと、あ、力を強く当てればいいってなっちゃう。そうですよね、毛を剃って、ね、してしまう以上に、そうですそうですそうです、危ないですしね。そうなんです、刃物なので、はい、であの脱毛をちょっとおすすめしたんですけど、はいはいはい、あの大手サロンさんではやっぱり契約ができないっていうことで、その利用者さんが先生契約できませんって言われて、で私自身もあれと思って、あの大手さんのサロンさんは3店舗ほど回らせていただいたんですけど、はいはい、やっぱり断られたんですね。やっぱそうなんですね、はい、なので、はい、うーん、それはちょっとと思って、あのじゃあ始めようかなと思った次第です。そういうところで、まあその なんか、ね、なかなかその一般企業というか、はい、こう社会のそういうのができないのであれば、自分でそういったそういう脱毛面でもちょっとこう支援しようというところで、そうですね、やっぱ支援が、あの本当にさっきもお話ししたように、うん、ベッドに横たわるにも支援が必要なので、そうですよね。でプラスやっぱり何かをするってなるとよりそうですね、そうですよね、はい、でその受けていただく方もやっぱり恐怖心であったりとかっていうのを、はい、ね、こう痛みの部分ももちろんですけど、はいはい、そうですよね、はい、でね、あのちょっとお写真の方に戻っていただいて、そちらのあの場所の雰囲気みたいなお写真をいただいているのでお出しいただけますでしょうか。はい、こちらすごくなんか綺麗なところで、はい、明るいところですよね。ありがとうございます。いや、すごい、はい、あれがその脱毛の機械。そうです、ビクトリアというんですけど、はいはい、やっぱりちょっとあの普通の場所じゃないような、はい、そう痛みとかもね、そうですね、あの
あの機械はちょっと、はい、あの普通の IPL とか SHR とかってそういう脱毛 の仕方があるんですけど、ちょっと特殊な NPL 方式っていうものを使ってまして、はい、あの医療機関でも使われているものなんですね。あ、そうなんですね、はい、あ、医療脱毛の方ですか。そうです。あ、すごいですそれ、はい、あの医療結構東京の方でも名古屋の方でもあの使われている医療機関さん、はい、ありますね、はいはい。なのでよりね毛も なくなりやすいとか薄くなりやすいとか、効果がその医療脱毛さんと同じぐらいの効果がある。すごい、なかなか今ねいっぱいたくさんある中でも、はいはいはい、医療脱毛されてる方一部病院であったりすると思うので、はいはい、そうですね、そうですね。なので歌い文句としてはあのサロンの価格で医療脱毛の結果をみたいな。すごいより安心ですよね。はい、いただいてます。すごい。じゃあ続いての写真お願いします。はいはい、こちら、こちら、個室、すべて個室になってるんですよね。そうです、個室です。なのでちょっと広めに取って、はいはい、スペースを広めに取ってるんですけど、 そうですね、それはやっぱり保護者様も一緒に入っていただいて座ってあのいただけるように、あの一室が若干スペース広めに取っております。はいはい、すごいですね、はい、すごい。ほんであのこうね、あのライトとかもすごいこうゴージャスというか豪華な作りになられてたりとか、はい、これは前の、はい、あの、あのホーデイの時に使ってた。あ、そうなんですね。ですけど、まで、いやでもすごいです、はい、ありがとうございます。そしてあの先ほどね本のお話があったと思うんですけど、はい、次の写真お願いします。はい、こちら、はい、こちらが先ほど言われたこれが1冊目の本ですよね。そうですね、やっとあの8000部いったので、すごい、あともうちょっとで1万部なんで。いやいや、すごい。これ何年前ぐらいに出されてる。それは、ちょうど4年、5年になるかな、5年にならない、4年ぐらい前ですね。はいはいはい、はい、あ、そうなんですね。これはあの私は女の子のお母さんが早めにしておきたい、お親御さんに対しての本っていうのが大きいんですよね。はい、まず心構えであったりとかっていうことですかね。そうですね、先ほどもちょっとお話ししたあの広げていくっていう話をしたじゃないですか。いきなりこう新しい情報を教えるじゃなくて。そうです、そうです、そうです。でそういったことをあの取ってつけたように教えるんじゃなくて広げていくんだよっていうこととか、あの最初にダンスの話したじゃないですか。はいはいはい、うちでもダンスレッスンをしてたんですけど、はいはい、それをそのお子さんたちに運動を教える時にどういうふうに教えるかっていうところも少し書いてます。そこそこ、まあ、それこそあのいきなりねスポーツするとか走るとかっていうのがなかなか難しかったりとかして、はい、それを広げていく、はい、体の動かし方ですね。そうですよね、はい、まあ、ちょっと普通ではできることが、普通の方ではできることがちょっと難しかったり、それこそ教え方さえしっかりすればね、はい、ちょっとこうできる支援の方たちにも実は役に立つかなと思ってます。あのレッスンとかする時、例えば体を動かす時に、はい、あの修正とかあのここを動かすんだよっていう時に抵抗をかけたりだとか、はあはあはあ、誘導したりとか、そういうことですね、はい、そういったことをその見て真似してじゃなくて、はい、ちゃんと誘導してあげないといけないっていうところを書いてます。ありがとうございます、はい、こちら Amazon とかで買えるんですかね、はい、買い求めいただけますのでよろしくお願いします。そして続いてのお写真が、はい、こちら、こちらが2冊目の、そうですね、はい、こちらさっきとはまた違った内容で、はい、はい、あのこちらはその支援者と支援をしていく上でお母さんたちがどう動いていったらいいかっていう内容にはなっています。うんうんうん、あ、そうなんですね、はい、まあ、やっぱりあのなかなかこうお母さんもね、もちろんあの勉強されるとは思うんですけど、なかなか理解が、そうですね、自分がそういう立場じゃない分、はい、寄り添うだけじゃ知識がないとどうしても、そうですね、この子のところがわからない、情報の取り方とか、そうですよね、どうやって取っていっていいかとか、あのあとその学校選びのこととか、うん、そういったことを、はい、そうですよね、今たくさんある中でどこに行ったらいいのか、そうです、ね、安心できるのかとか、はい、でお母さんのタイプによっても、はい、あの違うんです。やっぱそうなんですね、はい、お母さんのタイプによってもその情報の取るのがこうガツガツ取りに行ける方と、ちょっと消極的で降りてくるのを待ってるタイプだと、どういう学校に行ったら、学校選びもどういうふうにしたらいいかとか、ね、いいとか悪いとかじゃなくて、じゃなくてです、はいはい、タイプっていうのが人には絶対あると思うので、はいはいはい、苦手さとかもね、そうですよね、お子さんと一緒であると思うので、まあ、そういったところもあのサポート、はい、そうですね、されてるような本になってるということで、はいはい、ありがとうございます。すごい、ぜひぜひあのお買い求め、ね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてあの先ほどその放課後のお話みたいなもございましたけど、はいはい、そのやっぱり障害のお持ちの方に携わるって思われたきっかけみたいな、藤原さんご自身はどういったところから。
親の会があって、はい、そこで私もともと健康運動指導士で、はい、運動教える人だったんですよ。あ、はいはい、障害の方じゃなくても、はいはい、ピラティスとか、はい、そういうものを教える側の人間で、はい、教えてくださいって言われたので、はい、レッスンもそういった親の会で、はい、お子さんたちに教えてたのがきっかけですね、うんうん、それからちょっと障害をお持ちの方にでも教えたりとかして、はい、 そうですね、はい、そうなんですね。やっぱりいろんなこう、まあ、大変さっていうとねあれですけど、はい、なんかあると思うんですけど、やっぱり一番苦労される点とかって教えていただけますか？あ、脱毛に関してですか？あ、脱毛、そういう教えるとかに関して、あ、その障害のある方、はい、お持ちの方にやっぱり観察ですね。その目の前にいるお子さんをしっかり観察して分析することですね。あ、まあ、その障害お持ちの方ってどうする、いろんなね性があったりとか、ね、結構療育とかそう教えるっていうことも全部そうなんですけど、はい、教える内容ありきでその子に教えようとすると絶対失敗するので。ああ、そうかそうか、そうですよね、はい、その内容に合わせるのではなくて、はい、お子さんに合わせるっていう視点がすごく大事だなと思ってます。そうですよね、はい、まあ本当その障害をお持ちの方はもちろんですけど、性格っていうのも理解ある上で、はい、ね、あると思いますので、そういった面でも、まあ、やっぱりこういろんな、ね、タイプはあると思うんですけど、その来られた方それぞれにやっぱりそういうちょっとこうなんていうんですかね、ちょっと不安がある子もいてたり、ね、ちょっと活発的な子もいてたり、はい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 、ね、でやっぱり何か脱毛する教えてあげるとかってなると、はいはい、その都度やっぱりこう、まあ、勉強と言いますか、はい、合わせてあげて、そうですね、こちらが寄り添ってあげるっていうことがとても大事になってくるので、う、そうですよね。でもやっぱりやっぱりこのルーチェさんでしかできないっていうその医療脱毛のその痛さとかの部分もですし、はいはいはい、そういう障害をお持ちの方もっていうのももちろんですし、はいはい、なんかそれ以外にこだわられてる部分とかってございますか？そうですね、内装面とか。内装面はやっぱりちょっと異空間な感じで、やっぱちょっと普通のマンションの一室ではあるんですけど、はいはい、あれマンションの一室なんですか？あ、そうなんです、そうなんです。あんまり表に出てる感じではなくて、ちょっと隠れ家的な感じで、はいはいはい、やらさせていただいてます。で、結局その、はい、障害のある方たちって皆さんと一緒に待つっていうことがすごく苦手なんですね。待つことが、はい、そうなんですね、はい、なのでもうその時間はその一組様だけで他のお客様とも会わなくてっていうことはちょっと考えました。あ、会わなくて済むようにと。あ、そうですよね、はい、じゃもう完全個室でこう、そう、待ち時間もできるだけ少なく、そうです、 すぐにご案内できるように、その間隔の時間もちょっと空け、すごくちょっと普通にね、はい、次々ってお客さん来られるような状態じゃなくて、そうですね、はい、まあ、そうしないと、まあ、もしかしたら時間かかってね伸びてしまうというか、そうなんです、そうなんです、体調によって、はい、性格のね、いろんな方々によっては、はい、少し時間を余分に長めにとってます、はい、そうですよね、はい、いや、すごい、まあ、逆にと言いますか、逆にこうそのやりがいみたいな、まあ、そのいろんな多分感謝のお声とか もう多いとはもちろんだと思うんですけど、はい、なんかその実際ね来ていただいた方、親御さんも含めて喜んでいただけるっていうのは、よりどういった面のお声が多いですか？やっぱり身だしなみが整えるのが楽になることですよね。そうですよね、はい、で濃い方はやっぱり夕方はもう濃くなって入ってきてしまう方もいらっしゃるので、はいはいはい、それがやっぱり少なくなるっていうのはすごくお声はいただきます。うん、そうですよね、はい、やっぱりそのもちろんその障害をお持ちの方もですし、親御さんもやっぱりこう、ね、両面時間もね、そうです、親御さんが結局剃ってあげるとかっていうことも多いので、はい、うん、大変ですよね、その親御さんプロではないし、そう、人のひげ剃るのってまあまあ大変、いやいや大変、絶対だ、で 危ないのでね。そうです、そうです、そうです、そうですよね、なので私はその障害の子にとっての介護脱毛っていうのは、はい、よく介護脱毛で VIO とかって言いますけど、はいはいはい、いやいや障害の子は回ずひげだよねって、お顔だよねって、そうですよね、はい、じゃあ VIO とかはまだちょっとやられてはない、まだそこは対応されてない？いえ、一般の方はやってます。あ、そうか、一般の方もいけるんですもんね。はいはいはい、そうかそうか、そうですよね、大学生さんとかは結構 VIO とか、そうですよね、はい、今も男性でも女性でもすごく言いますから、はい、でもやっぱりその痛みっていう面、はい、先ほどもお話出ましたけど、はい、
あの、まあ、なかなか脱毛行くとね、痛みでその障害をお持ちじゃない方でも怖いじゃないですか。あ、うちはもうあの大学生さんうたた寝してます。あ、本当ですか。はい、え、うたた寝できるぐらいなんですか。痛みがない。すごい。僕もねちょっとあのずっと通ってるわけじゃないんですけど、行ったりとか、はい、まあ、友達の声とか聞くと、はい、もう結構行くんが勇気いるぐらいで、はい、麻酔とか、そうそう麻酔とかですごい冷やしたりとか。あ、冷やしはします。あのハンドピースがマイナス20度まで、はい、あの冷やせる機械なんです、ね、そんなに。はい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 。でうちあの機械大きいんですけど、はい、冷却モーターがすごく強いんですよ。なので安定した照射ができるんですね、熱持たないので。すごいですね。はい、すごい。なのであの抜け感もやっぱり早く分かりますし、そうですよね、あの痛みも皆さん特に女性なんかうたた寝してます。それすごいですね、はい、いやなかなかそんだけうたた寝できるくらいって僕あの聞いたことなかったので、はい、まあ、結構ねあの女性の友達とかに男性 もちろんですけど聞くと、はい、もう痛すぎて痛すぎてその日はもう結構、はい、もう帰ると何もできないぐらい熱持ってしまったりとかって聞くので、はい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 、それ気楽にね、はい、行ければ、しかもそれもつどつど、そうです ねちょっと割高になると、一般の方も、はい、あのつど払いもやってるので、そうなかなか珍しいですよね、そのこと自体が。そうですね、どうしてもこうね、はい、まあ、それがあの1回でもちろん効果出るもんではないの で10回とかってされてるとはもちろんだと思うんですけど、どうしても1回だけじゃなくて、はい、どうしてももう1回の契約 で、ね、まあ、1年とか月1回2回とかで区切られる企業さんというかが多いと思うんですけど、はいはい、まあ、都度払いにされるっていうのは、そうですね、まあ、そんだけ逆に言うと自信あるというか寄り添って、そうです ね、はい、痛みも含めて、はい、で肌も綺麗になるので一般 その方も、うん、あの触り比べてもらったりとか、はい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 、すごい、あの施術した、はい、その場で触るんじゃなくて、はい、その日の晩に触ってシャワー浴びた後で触ってみてって。そうなんですね、はい、そうすると肌がすごく綺麗になってるのが分かるので、いやすごいですね、はい、って思うと本当ね、あのそういう時間も含めてですけど、はい、ケアの部分も含めて一般の方も来れるということであれば、はい、すごいこうね、この方であればそれ時間ね移動するとかはそんなに時間、ね、はい、かからない方の方が多いと思うんですけど、はい、そういった面でもより安心して、はい、こうゆったり、はい、ね、寝れるってことはすごい、そんだけ信頼がねよく皆さん寝てらっしゃいますね。結構お肌を触れるって結構ね、こうちょっと怖いことといえば怖いことじゃないですか、はい、慣れてない方とかでもね余計に。でも寝れるぐらいっていうと、そうですね、すごいですよね向き変えてもらうときに起こさなきゃいけな い、 あ、いや、そうです、それぐらいねでもそういう脱毛が今後もっと増えてるとね、はい、あのね、していただく側も安心もいや、すごい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんかそれ以外にあの今後、まあ、もちろん今ねそういう障害を持ちの方とかもすごい支援とかも今後もっと考えられてるとは思うんですけど、はい、まあ、今後の展望といいますか、はい、なんか夢みたいな、今後もっとこうしていくみたいな、なんかお聞かせいただけますでしょうか。できればあの一般のサロンさんも障害の方を受け入れていただけるような、うん、そうですよね、はい、まあ、やっぱりこうそういうことを教える側になっていけたらいいかなと思ってます。どうしてもルーチェさんだけでされるってなるとご縁もですし数に限界もあるの で、 そうですね、本当どこでもできるようなそうですそうですことがあればね、はい、個人サロンさんなんかは受け入れていただけると、あのわざわざ遠くから通ってかっそうですよ、ね、方もいらっしゃるので、その脱毛される側にとってもね、そうですね、こうすごいこうよりたくさんのこと方が来られると、はいはい、より繁栄というかね、はい、商売もうまくいくでしょうし、なのでそういったことを教えていけたらいいなと思ってます、まあ、そういうこう教える側の立場で、はい、そういう脱毛されるサロンの方に直接教えて、はいはい、まあ、そんなにね知識があればもちろん大変な部分はもちろんだと思うんですけど、知れば絶対できる範囲もあると思いますの で、 そうですね、はい、できる方はいっぱいいらっしゃると思います。はい、またそういった方も今見ていただいている方もね、あの含めて、まあ、もちろん脱毛受けたいっていう方はもちろんですけれども、はい、ちょっとうちもそういうの考えててどこかに教わっていいか分からないということがあれば、あの Facebook とかでね、あのお問い合わせとか、していただけたりとか、先ほどのホームページで、はい、ルーチェさんの方でお問い合わせいただけましたら、そういったことも対応していただけますかね、はいはい、と思いますので、引き続きよろしくお願いいたします、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと、あ、こちらですね、あの Facebook の方が、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらの方で、ぜひチェックしていただければ
なんか気軽にね、はい、その受けたいとかちょっとわからない怖いとか、はい、まずそういったところも含めてお聞きいただければと思いますので、はい、藤原美穂さんの方にぜひお問い合わせしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、金さんいらっしゃい。まだまだゲスト様募集しておりまして、こちらのツイッターの X のアカウントの方とかでもね、うちインスタグラムをさせていただいてますので、こちらでお問い合わせしていただけましたら、またゲスト様ご案内させていただきますので、引き続きお待ちしております。よろしくお願いします。はい、そして本日はプライベート脱毛サロンルーチェより、藤原美穂さんにご登場いただきました。改めてありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。